閉まります。ご注意ください。ごきげんようです。本日は2019年10月10日、台風19号が東京直撃との噂が立っております。今回の台風はいつも以上にヤバそうなんだぜ。ここは東京駅9番ホーム、おなじみの東海道線ホームです。時刻は午後9時半、すでに避難などの対策を促す情報が出回っている中、私は一足先にサンライズ瀬戸に乗車して、東京を脱出します。本当は、11日夜に出発予定だったが、予約が取れなくて、1日前倒ししたんだよな。今日10月10日出発便も、乗車率は高いらしく、すでにここ4号車の乗車口には、数人が並んでいます。3号車には、シャワーカードの販売機があるので、シャワーカード狙いの人が大半のはずです。11日出発のサンライズは、すでに運休が決まっています。新幹線も計画運休で、乗れなくなる人が多いと思われるので、今日出発にして正解でしたね。ただいま、サンライズが到着する9番ホームからは、1本前の湘南ライナー13号が発車しているところ、この車両もいつまで見られるでしょうか。11時35分頃、新橋方面からサンライズの車両がやってきました。ドアが開くのは40分頃なので、発車時間までには少々余裕があります。4号車付近には売店もあるので、食料や飲み物買い忘れがある人は買いに行きましょう。それにしても今日は警笛連発だな。皆さんは通行や記念撮影をするときには展示ブロックの内側からしような。私との約束だぜ。ここは4号車乗車口付近。ただいまからシャワーカード争奪戦に参戦します。シャワーカードは車内に入ってすぐ左側、3号車ラウンジで販売しています。ラウンジは車両の後ろ寄りにあるから、4号車のドアから入った方が近いんだぜ。大抵行列も4号車側にできているな。シャワーカードは330円、以前は320円でしたが、10月になってから10円値上がりしてしまいました。横にある自販機はお値段据え置き、こちらは軽減税率の対象だからです。ここでは結構並ぶので、先にコインを用意しておくといいでしょう。100円玉が認識されずに焦るうつむしのず。無事にシャワーカードゲットです。それでは本日のお部屋に向かいましょう。本日の宿は6号車27番個室、一番部屋数の多いシングルですが、私がちょうど1ヶ月前に緑の窓口に行った時には、すでに喫煙者以外は売り切れていました。通路に入ると、若干タバコの匂いがしますが、本日サンライズ瀬戸を担当する編成は、検査を終えたばかりなのか、ピカピカ、普段よりは匂いが気になりにくいコンディションでした。お待たせいたしました。12小の発寝台特急サンライズ瀬戸、高松行きとサンライズ出雲出雲市行きです。まもなく発車いたします。サンライズの個室番号20番台は2階個室、大きな窓からは景色がよく見えます。今日は木曜日、仕事を終えて家路に着く人も、見慣れない寝台特急の姿を見て足を止めるのが見えます。乗っていてすごく優越感がありますね。22時ちょうど、サンライズ瀬戸、出雲は、帝国通り東京駅を発車しました。ここ数日、遅延が多かったサンライズですが、今日は帝国で走ってくれるでしょうか？
本日の宿、27番個室は、進行方向左側、東京を出発して、品川辺りまでは、車窓すぐ横に東海道新幹線、その奥には、ビル群が立ち並びます。ただいまの東京は雨、大きな窓を水滴が伝え、列車の進行に合わせて後ろに流れていきます。雨に濡れた窓ガラス越しに見る街明かりは、宝石の輝きのようにも見えます。そういえば、今回の目的地の紹介がまだでしたね。今回の目的地は、港町、神戸の中心地、三宮駅です。サンライズには、姫路まで乗車し、姫路から新快速に乗り換えて、三宮を目指します。姫路の到着は、5時25分、三宮には6時半には着くので、阪神間のラッシュに巻き込まれずに済みますね。明日は平日金曜日、台風があるとはいえ、混雑が予想されるからな。もちろん、乗り換え時間は十分取ってあるんだよな。もちろんですとも、頑張れば、駅そばも食べられるくらいの時間はありますよ。駅そばや、まだ開店前の時間なんだがな。ここからは、見慣れた東海道線の車窓です。品川を通過すると、サンライズはスピードを上げ、次の停車駅、横浜を目指します。車窓には雨の水滴が流れ、街明かりが滲んで見えます。照明を消して、車窓を眺められるのも、寝台特急の醍醐味ですね。耳を澄ませば、窓に当たる水滴の音がかすかに聞こえます。現在渡っているのは、鶴見川鉄橋、列車は横浜市に入りました。東京駅の発車から、約23分、列車は横浜駅に到着しました。ここからも、たくさんの方が乗ってきます。横浜を過ぎてしばらくしたので、ラウンジが空き始める頃です。シャワーの用意と夜食を持って、ラウンジに行きましょう。個室のロックと、タオルを忘れずにな。寝台券も念のために持っておいた方がいいぜ。進行方向右側の席が空いていたので、そこで夜食をいただきつつ、シャワールームが開くのを待ちましょう。この時間にラウンジにいる方というのは、お休み前の宴会をしている方が多いですね。隣のお姉様方と、後ろのおじ様は、すっかり出来上がっていました。ラウンジであまりはしゃぎすぎると、ソロで寝ている人の迷惑になるから、宴会もほどほどにな。本日の夜食は、ブルーベリー味とキャラメル味のベーグル、フランボワーズのグリッチ、そして紅茶花伝のピーチティーです。ホテルでいただく夜食もいいですが、寝台特急でいただく夜食も最高ですね。これも旅の醍醐味。うく主の夜食のチョイス、無駄に女子力高いな。
現在地は、沼津付近、シャワーカードはすっかり売り切れています。先ほどシャワールームが空いたので、シャワーを浴びてきます。列車でシャワーを浴びられるなんて、サンライズ以外ではできないですよ。シャワールームは、ラウンジのすぐ隣、自販機の前あたりにあります。小さいですが、機能的にまとめられたシャワールーム。脱衣場には、衣服を入れるカゴとドライヤー、そして鏡がついており、最低限の設備は整っています。入ってすぐ左には、シャワールーム洗浄ボタンや非常ボタンのついたコンソールパネル。ここを見れば、一通りの使い方はわかると思います。たまには、車内の自販機でドリンクでも買ってみますか。サンライズの自販機は、ラウンジと、のびのび座席のある車両についています。種類は少ないですが、値段は良心的。喉が渇く季節になると、売り切れることがあります。コカ・コーラをチョイス。ラグビーワールドカップのコラボ缶でした。頑張れ日本代表。シャワー後の冷たいドリンクを楽しみ終わる頃には、列車は静岡駅に到着です。線路のすぐ隣には、営業を終えた東海道新幹線の駅が見えます。この駅から乗車するお客さんもちらほら見受けられます。個室に戻ってきました。静岡を出ると、列車は西に向かってこれまた高速で走ります。本日最後の停車駅、浜松を過ぎると、次の停車駅は姫路です。実際には、乗務員交代があるから、この先豊橋、岐阜、米原と大阪には停車はするんだけどな、乗り降りはできないんだぜ。明日の朝も早いので、そろそろ休むことにしました。それでは、おやすみなさい。良い寝台を。おはようございます。列車は現在京都駅を通過しています。滋賀県の草津から東海道本線は複々線になり、車窓もすっかり京阪神の大都会の眺めになってきました。始発電車までにはまだまだ時間があるな。しばらくは他に電車が走っていない東海道本線と山陽本線を走ります。人がいないとなんだか特別な気分になりますよね。本日のサンライズの進路は、新快速や特急の走る外側線、夜中の若干の遅れの影響か、線路の整備の都合かはわかりませんが、前回とはまた微妙に違った風景を見ることができますね。昼間は、新快速などの速い列車が外側を、快速や普通電車が内側を走ることになっているな。米原から姫路は、サンライズが車両の最高性能である、130キロを出せる区間です。わずか2時間ほどですが、遅延発生時などは全速力での走行を楽しめる区間です。そうでなくても、直線が多いから、結構スピードは出しているんだけどな。雨はすでに上がっていて、早朝の街明かりが明るく見えています。湿度は結構高そうですね。車窓左手に見えるのは、吹田総合車両所、京都支所、特急サンダーバードやはるかに使用される車両が数多く並んでいるのが見受けられます。新大阪から京都は特急街道、昼間もたくさんの特急列車が行き交うぜ。
山崎のサントリーカーブを抜け、マンションの明かりが見え始めると、間もなく京阪地区のベッドタウン、高槻です。時折見える高架は阪急電車、その向こうには新幹線の線路が見えます。茨城を過ぎると、進行方向右側には、貨物ターミナル、左側には水滝管区と、鉄道施設が立ち並びます。変化に富んだ車窓を眺めるのは楽しいですね。新大阪を過ぎると、淀川鉄橋を渡ります。対岸には、大阪の中心地、梅田のビル群がそびえ立っているのが見えます。淀川鉄橋を渡ると、すぐに大阪駅だぜ。列車は早朝の大阪駅に到着します。乗務員交代のため1分ほど停車時間がありますが、大阪環状線の始発も走っていない時間なのでドアは開きません。1分ほどの停車の後、大阪駅を出た東海道本線は、福島の辺りで大阪環状線と分かれ、大きく右にカーブします。そして、カーブを曲がり終えた後、再び淀川鉄橋を渡ります。淀川を2回渡るのは、大阪駅の前後で、東海道本線が大きくカーブしているからだぜ。ちなみに、天ヶ崎の手前で渡るのは、神崎川、全く別の川です。現在通過しているのが、本日の目的地、三宮駅です。JR の三宮駅は、間に野が入りますが、地下鉄とポートライナーは、野が入りません。阪急と阪神は、神戸三宮駅だよな。そうそう、阪急といえば、駅の前にあるそごうが、阪急百貨店に変わったようですね。先ほどちらっと見えましたが、白い建物に大きく阪急の文字が書かれているのが見えました。三宮の次は、元町。南京町という、中華街があるところです。港町で、横浜と共通点が多くありますね。そしてその次が、東海道本線の終点、神戸駅。ここから山陽本線に入ります。須磨駅を過ぎたあたりから、瀬戸内海のすぐ横を走ります。このあたりは景色も良く、天気のいい日には、淡路島や遥か千秋を望むことができます。須磨は、百人一首や平家物語にも読まれている、由緒正しい浜だぜ。垂水駅を過ぎたあたりから、明石海峡大橋が見え始めます。ライトアップされていないのでわかりにくいですが、舞子駅の真上から、淡路島に向かって伸びる、世界最長の吊り橋です。東京行きに乗車すると、ちょうど消灯の瞬間が見られるらしいんだぜ。今度また見てみたいな。瀬戸内海から離れ、新幹線との接続駅、西明石を過ぎると、のどかな田園風景が車窓に広がります。
列車は間もなく市川を渡り、本日最初の停車駅、姫路に着くところ、西明石を過ぎたあたりから準備を始めると、余裕を持って降りることができます。ただいま渡っている鉄橋が市川、渡り終えたすぐが日本で最も美しい城と言われる、姫路城の城下町、姫路です。ライトアップされた姿は、東京行きのサンライズ出雲に乗ると、ちょうど見ることができる位置にあります。姫路に到着する頃には、すでに始発電車は走り始めており、相生方面の山陽本線、万丹線、紀新線の各線と、神戸や大阪方面に戻る乗り換えを行うことができます。帝国に到着しました。サンライズの旅はここまで。次回のサンライズの旅は東京行きですね。乗り換えまでには時間があります。東京から乗車してきたサンライズを見送りましょう。平日の場合、乗り換え時間20分ほどで、新快速に乗り継げます。新快速は姫路発なので、座席の心配はいらなさそうですね。新快速は、昼間でも混雑することで有名な電車だから、座れるのはありがたいよな。京阪神地区の新快速は、西は兵庫県の西和市、播州阿光駅から、東は福井県の敦賀駅まで走る長距離列車です。車内は、長時間の乗車にも耐えられるよう、座席が進行方向を向くクロスシートになっています。今回は三宮までの乗車なので、海の見える進行方向右側の席に座ります。姫路駅発車時点での乗車率は低く、窓側の席が埋まる程度でした。それでは、空が明るくなり始める、早朝の新快速の車窓をお楽しみください。新快速の三宮までの停車駅は、加古川、西明石、明石、神戸と、かなり停車駅が絞られています。高速で駅をどんどん通過していく、まるで特急電車に乗車しているような雰囲気を追加料金なしで楽しむことができます。新快速の車窓の楽しみといえば、明石海峡大橋周辺の瀬戸内海の景色と、隣を走る列車とのデッドヒートでしょう。明石駅を発車してしばらくすると、右側に明石海峡大橋が見え始めます。朝霧駅周辺は、走行する線路が一段高くなっているので、特に景色が楽しみやすいです。
内海を離れると、山陽本線の起点、そして東海道本線の終点、神戸駅です。早朝にもかかわらず、つり革がほぼ全て埋まるほどの乗車率で、結構乗り降りが激しいのが新快速の特徴ですね。そしてすぐに目的地、三宮駅に到着します。ただいま通過している元町駅と三宮駅は距離が近く、5分も歩けば着いてしまうほどなので、早めに準備をしましょう。それでは今回の旅はここまで、また次回の旅でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。